U152 マには、ウクライナのミサイル艇である。艇名は、同盟の都市ウマニにちなむ。U152 マには、ソ連時代に 206MR5 計画、B 振り型大型ミサイル艇の6番艇として、建造された。建造時の名称は、R-260 で、スレドネネーフスキー造船工場で寄港された。1979年には竣工し、 クリミア自治共和国チェルノモールスコエに本拠を置く国会艦隊第296ミサイル艇旅団第41ミサイル艇戦隊に配属された。ソ連が崩壊すると国会艦隊に所属していた 206MR 型大型ミサイル艇の貴族はロシア海軍とウクライナ海軍の間で争われることになった。最終的に R-260 は1995年12月30日付で、ロシア海軍を除籍となり、ウクライナ海軍へ編入された。1996年1月10日には、R-260 は、西ウクライナの都市にちなんで U-152 ウーマニと解消された。その後、ウクライナ海軍では、財政的な事情と低自体の老朽化により206、 MR 型ミサイル艇の退役を進めた。2007年現在、ウーマには予備役に入れられており、稼働状態にない。なお、ウーマには2001年にグルジアに引き渡され、エドアルドシェワルナゼ大統領にちなんで解消されたという情報もあったが、2006年時点でセバストーポリに経留されている写真が公開されており、その事実関係は断定できない。2011年に 船体の老朽化による浸水で沈没した。ありがとうございます。